アレシフェは、スペインカナリア諸島州ラスパルマス県のムニシピオ、ランサローテ島にある、熱帯性気候で、降雨は稀である。サンハブリエル城現在のアレシフェには、グアンチェ族の定住地があったが、カナリア海賊の攻撃や、降雨の少なさから定住者はまばらであった。現在も、市内には、グアンチェ族が暮らす、小さな集落が3カ所ある。先住民たちはかつて、アレシフェを、 エルクウィーネグワイラと呼んでいた。近現代、潮の流れから岩礁や岩だらけの小島で守られているアレシフェは、その地理的位置のため島の主要港となった。アレシフェ港は、島内で飛び抜けて優れているとされている。加えて、1730年から6年続いたティマンファイア3噴火のために島でワインの生産が始まり、 商業的観点及び都市計画の上で18世紀終わりから19世紀初頭の数十年間でアレシフェは重要港に成長した。ラスゥナスの外中から取れる、コチニール色素、オプンティア、サボテンの輸出が突出するようになった。抽出される赤い染料が、生まれたばかりのイギリスの繊維業で広く、用いられたからである。コチニール輸出と重なり、 アレシフェは1847年に手ギセから島の首都の地位を奪い取った。この後、アレシフェは島の政治的、経済的中心地へ成長していった。ほぼ同時に、1852年のカナリア諸島自由公法の恩恵を受けて、カナリア諸島における国際貿易港となり、取引に対する税務当局の税徴収が行われるようになった。 商業取引の分野から離れると、アレシフェ経済の大部分を占めていたのは漁業であった。アレシフェは、カナリア諸島イコール西サハラ沿岸で漁業を行う、先端の寄港地であった。1975年に、モロッコが西サハラへ進行すると漁業は衰退し始め、缶詰や塩漬けの製造業が主となった。1970年代以降、 ランサローテ島の観光地に成長してから、島の行政、商業中心地として、第三次産業を基盤とする都市へ変貌した。過去10年間、アレシフェは、島外からの移民流入による人口増加を経験している。移民は主に、イベリア半島やコロンビアの出身者である。ありがとうございます。